こうしてね、4期生のピクセルアートもさ、出来上がってきてさ、なんかしみじみさ、高校の卒業はもうそろそろなんだな、みたいなことをさ、ちょっと考えちゃうよね。なんかまださ、全然さ、僕さ、あんまり、なんていうのかな、実感が、あるんだけどないっていうか、高校卒業があるからってことでバタバタはしてるのはそうなんだけどさ、なんかあんま実感がちょっと湧いてないんだよね。そうだね、わかる。え、みんなもそうだよね。なんかさ、頭ではさ、もうこれさ、もうよくはもうあれあれなの、アイドルのさ、卒業とかさ、引退とかがあるとさ、もうこれさ、もうドルオタあるあるだと思うんだけどさ、なんか頭ではわかってるわけよ。ちゃんとさ、なんか卒業の意味もわかってるし、卒業の話するんだ、じゃあそれまでに悔いのないように幼いととかさ、わかってんだけど、わかってないんだよね。意味は理解してるんだよ、そういうことかというのは。でもわかってないの。じいさんの葬式の時もそうだったわ。いや、そうだね。やっぱりさ、なんかさ、誰かを失うとか、ずっとあったものが変わるとかって、あのね、本当に、いろんなことでね、そういうの、同じだと思う、気持ちは。マジで。だからね、なんかわからないんだよ、僕、本当に。ピンとこない。当日すぎると虚無理そう。それ超思う。それめっちゃ思ってる僕。あのね、7月入ってから、自分がどういう感覚で、どういう雰囲気で配信したり、なんか活動してんのかが、なんか当たり前だけどさ、経験のないことだからさ、なんか、ピンときてないね。卒業ライブできるのは良かった。いや、そうだよね。やっぱさ、みんなのさ、なんだろう、一つちょっとさ、みんなで、寂しいよっていう、なんかこう、イベントってなんか、明るすぎる言い方になっちゃうけど、そういうものがあるのってさ、やっぱりね、ありがたいっていうかさ、ちょっと気持ちの整理をつけるさ、時間って欲しい。なんかいろんな人と共有して、気持ちの整理をつけるっていうの、めちゃめちゃ僕大事だと思うんだよね。じわじわ来そう。だから本当に4期の曲とかも、まあ、これ何度もちょっと話しちゃってるけど、まあ、みんなこう気持ちのさ整理を少しずつさつけていく時のなんかほんの少しのお手伝いじゃないけど、なんか一緒に寂しいねって言えるようなさ、そういうものになったらいいなとかをね思ったんだよね。ちょっとあえてさ、この色付きガラスで行ってみるか。